タイトルマッチに先立ちまして、チャンピオンベルトの返還を行います。王者江川勇気からチャンピオンベルトの返還です。フェザー級 57.5 キロリミットのベルト、これを争います。第7試合ダブルメインイベント第1試合 K1 クラッシュファイトフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、175センチ、57.4キログラム、月神会チーム侍、鉄拳。月神会にその腰に初のベルトをもたらすか、鉄。赤コーナー171センチ、57.4キログラム、タワーオブドリーム、 K1 クラッシュファイトフェザー級王者、江川勇気。まだその実力底知れません。古川会長とともに江川勇気。ジャッジ大沢純一、山崎明、宇野木義則、豊永のミドル。 K1 クラッシュファイト102タイトルマッチフェザー級です。放送席は解説石川直樹さん、ゲスト解説久保優太さん、そしてスペシャルゲストにゆきぽよさんです。お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ試合が始まります。赤コーナーチャンピオン江川勇気、そして青コーナー挑戦者鉄。3分3ラウンド延長1ラウンド3ノックダウンシステムです。ラウンド1さあ試合が始まりました。赤のグローブチャンピオン江川、青のグローブ挑戦者鉄。まずはローキックを放ってバックステップ、圧力は江川、左右のパンチで入ってくる。うわ、こんなに最初から行くと思わなかったですね。マジか。いや、いきなりパンチで行くのは江川だ。膝でそれで応戦する鉄。いや、久保選手またすごいタイトルマッチになりそうです。すごいですね。だって普通初防衛戦だとやっぱり、ね、硬くなって緊張して硬くなるのが普通だと思うんですけど、江川選手結構ガンガンいってるからすごいですよね。左右のパンチ当たっている、当たっている。いや、左フック効いてると思いますよ。鉄のダメージどうか、一気に決めきるか。鉄のガードを固めて得意の膝を打っていく。いや、左フックガードの上から弾き飛ばすように。パンチ力ありますね、江川選手。鉄選手はまずこうしのぎたいですね。打ち合う必要ないと思うので、今はしのぎたいですね。多分これも一つの江川選手の戦略だったと思うので、コンビと同時に行くっていうのは、ここ一回ね、もう立て直すために一回ブレイクしてもいいと思いますよ。ですよね。もうまずはチャンピオンが飲み込もうと、そういう段階だったんですね。そうですね。そこを今一回、距離を取るべきかなと思います。左フック、さらに右のフックを振り回します。このボディから左フックはダブルいいですね。右、鉄の頭がグラッと揺れた。話が滴り落ちてきた。いや、ゆきぽよさん、この最初からマックスボルテージですよ。いや、もう江川さんがすごいベルトを守りたい。ラスダウンを奪ったのはチャンピオン。鉄の顔面がちぎさまった。ダメージはどうか。いや、あと1分半もあればきついな、これ。さあ江川が来る。鉄も応戦、右のパンチ伸ばす。ハイキックだ。いや、しかしパンチで来る。そう、蹴りでいけ、蹴りでいけ。ビッグビッグ、2回目のダウン。立てるか、鉄。立ち上がった。すぐ立った。すごいな、鉄選手、これは。すぐ立ちました、うん。さあ、あと1回のダウンで王座防衛。効いてると思うな。一気に1回まだ倒しきるか。鉄の前に来た。王座を守り抜いた江川勇気。わずか2分の初防衛戦、挑戦者のような試合でしたね。江川選手がまさしく、ベルトを奪いに行く、取りに行く、守りに行くみたいな、そういう姿勢でしたね。自分で取りに行くんだ、掴みに行くんだ。鳥肌立っちゃった。すげえな。そう語っていた通りです、久保選手どう見ましたか。いや、本当ね、普通初防戦で結構硬くなってね、いつもの実力出せないの普通なんですけど、ガンガン行ってましたね。すごいな。
見事です。ゆきぽよさん、これがタイトルマッチです。もう全然勢いがすごいですね、まあ、ベルトを守り抜いた男ですね。かっこいい。そして鉄もでもすぐ立って何度も何度も、いや、すごい。若いのによく頑張ったと思います。すごいですよ鉄選手、これはね、もっとゆっくり立て直してもいいのに、自分でねこじ開けようとしましたからね、自信があるんですよね、あったんでしょうね。いやー、すがすがしい姿勢でしたよ鉄選手。はい、今敗れました鉄はもうリングを降りて下がっていきました。今リング上にはタイトル防衛、王座初防衛をした江川優輝。いや、ゆきぽよさん、表情全然違いますよね。もう笑顔ですね。勝った後も余裕の表情でしたね。21歳の江川、18歳の鉄の挑戦を下しました。石川さん、また強くなったんじゃないですか。いや、また強くなってますね。やはりですね、さっきの試合の紹介 VTR でも言ってたけど、隣に同じジムにね、世界一強い武井良樹がいるっていう環境だからこそ、ね、今日のタイトルマッチも冷静に戦えたんだなっていう気がしますし、あとこのパワーオブドリームでジムの底知れなさですよね。タイに修行に行ったそうなんですよね、この試合に向けて。だけどタイよりもパワーオブドリームの練習の方がきつかったって言ってた。そうみたいですね。どんだけすごい環境なんだろうっていうふうに思いますよね。それではこれより表彰式を行います。まずは中村プロデューサーよりチャンピオンベルトが贈られます。わずか2分です。ベルトを返還して、その2分後に、そしてベルトが戻ってきました。第4代 K-1 クラッシュファイトフェザー級王者江川優輝、初防衛に成功です。そしてこれがもうちょうど1年ぶりのノックアウト勝利ともなりました、江川優輝。いやー、すごいな、志の高さを感じる表情ですよね。チャンピオンとして久保選手、この江川どう見ますか。いや、もう無事ね、防衛して結構ほっとした表情じゃないですか。まあ、初防衛してこそチャンピオンだというようなことも言われることありますよね。まあ、僕はクラッシュの初防衛は失敗したんですけどね。まあ、ただ今は K-1 のウェルターのベルトを巻いています。まあ、そうですね。なんとかかもして一言いただきます。さあ、江川の声を聞きましょう。こんばんは、パワーオブドリームの江川優輝です。ちょっとまあ、勝負の世界だから少し残酷な結果になってしまったんですけど、鉄選手まだ若いんで、これからもっと頑張ってまた挑戦しに来てください。次こそは K-1 でちょっと試合を組んでください。中村さん、よろしくお願いします。今日応援来てくれた方々ありがとうございます。次はうちのジムの先輩の武井良樹君が両国に出るんで、そっちもぜひ応援よろしくお願いします。まだまだ自分は夢の続きなんで、これからも夢の力に従ってすごい努力していくんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。すでにこの江川は村越優太に挑戦したい、 K-1 のチャンピオンの村越に挑戦したい、そう語っています。風格がメイウェザーみたいですね。なんか似てません？そうですね、フロイド・メイウェザーボクシングのかっこいいですよね。かっこいいな。石川さん、どうですか K-1 も狙うこの江川の姿勢。いや、もうその文句なしの試合をしました、パフォーマンスをしてくれましたし、どんどんね、この発言をすることで、ね、はい、周りの人を巻き込んでいくっていうのはプロですからね。この世界中の、ね、ファイターから狙われるようになっている武井良樹っていう先輩がいるから、ね、この江川選手も、ね、そういう男になれると思うので、はい、楽しみですね。今日の試合見ちゃったらちょっと、ね、どこまで行っちゃうんだろうって。本当ですね。いや、ゆきぽよさん、改めてチャンピオンってかっこいいですね。やっぱりベルトすごい似合ってますね。やはりなるべくしてチャンピオンになった男ですね。これからもずっとこのベルト守り続けてほしいです。似合ってますよね、かっこいいな。まあ、でもこのかっこいい姿があるからこそ、もっと江川よりもかっこよくなろう、もっと強くなろうと思って、この江川の首を狙ってくる選手がいるわけですから。そうですね。やっぱり久保選手、防衛しても
練習の日々なんですよね。いやまあ僕は練習しないですけどね。久保選手に聞いたのが間違いでした。ごめんなさい。ありがとうございました。見事初防衛を果たしました第4代クラッシュファイトフェザー級王者江川優輝。挑戦者鉄の挑戦をわずか2分で退けています。21歳の絶対王者となるのでしょうか。やっぱり江川選手強くて何やっても全て体負けしてたんでやれることはやってきたんですけどやっぱかなわなかったです。圧力もそうですしフィジカルもなんかもうぶつかってみてパンチ打ってもやっぱ全く動かなかったんでやっぱ初っ端から圧力かけられてやっぱ下がってしまったのがダメだったとこかなと思ってます。今のままじゃ絶対ダメなんでもう今まで以上に自分に足りなかったことを今回の試合で見つけてそこを重点的に伸ばしていきたいと思ってます。今の負けたままじゃ絶対終われないんでしっかり練習して絶対リベンジできるように頑張っていきたいと思ってます。鉄選手すごい根性があって3回倒れてもやっぱ立ってくる勢いだったんですごいその挑戦者としての心はすごい尊敬します。はい、やっぱり最初から倒しに行こうっていう試合が決めてたかった。まあ流れの中でっていうイメージでしたけど、まあ、当たってちょっと目がうろついてたんでああこれいけるなと思ったんで倒しに行きました。まあ、ちょっと今回見せられなかったんですけど、まあ、一応体修行行って、まあ、蹴りの方が本当は練習してたんですけどちょっと見せられなかったんで、まあ、ちょっと会長にももっと蹴り出すよって怒られちゃいました。まあそういうわけでもないですけど、まあ、ちょっと倒しに急いじゃったんで蹴りが出せなかったかなっていう感じですね。そうですね、まあ、今回の試合で少しでも、まあ、いい印象が与えられたんじゃないかなと思ってるんで、まあ、より、まあ、K1 に向けて大きな第一歩だと思ってます。はい、今やっぱり K1 チャンピオンの村越選手と一でも早くやりたいですね。そうですね、はい、今のところは後からまあ痛みが出てくるかもしれないですけど今のところは、はい、大丈夫です。まあ、今後はまあこれをベルトを守り抜いたんで次こそは K1 進出に向けて、まあ、もっともっと努力して成長していくんでこれからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。